そんな競馬レース戦もの時間です。今日の解説は競馬近畿北の棒厚さんです。進行竹の上でお届けしてまいります。平野さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします 内田競馬の今日は展望してまいります。あの遠心西場がね、A2 戦で山歳馬バ小馬初挑戦だったんですが、二着に敗れてしまいましたね。そうですね。なんかみんな二着ですよね。あのノブタも二着でした。そうなんですよね。なかめそれに足並み合わせたんじゃないですか。んですかね。まあね勝つかなと思ってたんですけどもね、そう甘くなかったんですかね。小馬のね準オープンまあオープンに近いメンバー、オープン経験のある馬もいますからね。やっぱり能力高いなというところでしたね。 小刃の意地が見られたという、えー、木曜日のメインレースでした、えー、さて金曜日どんなレースになるのかというところ展望してまいりましょうご覧のランニングアップです、えー、あ、一番最終レースがね川崎まであと90日 JBC がまもなく迫っているというところですね、うんはい、3ヶ月先このレースねあの大ーエンドという漫画が出てくるんですねデビューから4連勝中、はい、長期休みがありましたが注目してください、えー、さて今日展望するのが2レース9レースの ナイター競馬女子会特別。うん、ちょっとそそられますね。まあ、行かなくてはなりませんね。様子見に行くでしょ。ホワイトルームで貸し切りだそうですね。はい、絶対行きますね、えー、あなたは。我々女子じゃないんですがいいんですか。うん、いや、ま。 ちらと覗くだけは除くでしょです、ね、というか求められたり行かなくてはならないかなというところかもしれません、うん、まあでもメンバー次第なんでしょういやそんなことはあんまり言わないと<え>きましょう <laughs> サンスポ未動水特別これはメインレースです、えー、まずこのオープン場の一戦サンスポ未動水特別から展望してまいりましょう以上の十二頭で争われますがさて北野さんの印です、えー、ここは十一番日本海星ら本命にされました えー前回が 820m の重賞、まあ、あれはスタートだけと言ってもいいぐらいの勝負ですからね,ね、うん、だからまあ、ねあの、このまも走ってるんですけども、ねはいはい、結局前詰まって一瞬ブレーキかかってますよねうん、うん、それで最後まで盛り返してきたんですけども5、はい、着が精一杯だったとそうです、ね、今回、ベスト距離ですからね、うん、これはもうなんとかしてくれるだろうと思ってま、ねはははいまあ、1004では負けられないというぐらいのところですか。 東証、えー、セレクト以外には負けられない、うん、というところがあって東証、ね、セレクト出てこないですからね3番、エーシングリズリーも同じようにして 820m 戦使った後なんですよね。うんはい、そうですね、うんあのー、この馬は、ね、やっぱりベストは1002だと思うんですよね。1 0 4、ね、なんですけども、まあ、今,今までが強豪相手に前線してますからね、うん、十分、まあ、上位には来るだろうとそういう見方ですね。うん、はい 3番手には8番、多賀、はい、ましたこれが前回、転入初戦でね、ダートに限れば4年ぶりだったんですよね、うちで,、ね、で足ためての2着、うん、まあく立ち回ったというのもあるんですけどもね、はい、今回、連続しての、えー、ダートですしね、当然、上積みはあると。うん 持っていいんじゃないですか、ね。距離短縮になりますよね。うん、そうですね。あのー、最初のうちはね長い距離走ってたんですけども、J の最後の方は短い距離ですからね。はい。それでそれから見てもまあ向くんじゃないのかなという感じはしますよ。うん、はい。えー、四番手は四番 A シンザヘッド。これもオープン勝ちの経験がありますよね。うん、ちょっと安定感には欠くんですけどもね。うんうん、前走はちょっと三コーナー手前で内に入るときに窮屈になりましたからね。はい。 あれがなければもうちょっと前に来てたと思うんで、うん、まあこのまま前進やるんじゃないかなと思ってます、はい、その後6番、12番と印が入りました、はい、りどこまで食い込む余地というのは6番ベルサリエールはね、うん ちょっとと前走ずぶいところしたんですよね、はい、それもあってこの度攻めを、まあ、ビシッと鍛え直しましたからねなるほどこの鍛えた効果で変わり身があるんではないかなとセブンフォースはねこれまあ前回外回りの展開でまずまず走ってますんでね、はい、まあこれも2走目で上積みあると思っていいと思いますね。うん、そうですか、はい、ということで日本海星ら中心で相手5点挙げていただきましたで北野さんの解説です。 となって十一番の日本海セーラー、もう馬たんで、一着固定での勝負と。そうですね。もう専用だったら、この馬の、うん、うん、もんだと思ってますんで、負けられない。はい。いうところ、はい、オープン、これまで五勝を上げていまして、実績では、えー。この兵庫ではナンバーワン、まあ、この兵庫、生水の兵庫県馬。そうですね。なんとか頑張ってもらいたいところですね。ご注目ください。メインレース、ご期待いただきたいと思います。八位ちょうどの発想です。えー、それでは、準メインのレース見ていきましょう。これがいよいよ本番女子会。 ナイター競馬女子会特別女子の皆さんのためにも当てないといけないですね。はい。そうですね。はい。北野さんの印です。うん。ここはね、JR かの移籍馬が3頭いまして、それらの力関係、力量比較というところをどうするかというところです。で9番インボーグ本命にされましたが。これが移籍初戦の馬なんですよね。そうなんですよね。ちょっとね、うん、この転入馬ばかりでややこしいんですけどもね。はいはい。このインボーグアクロマティックの妹なんですよね。あ。 なるほど、うん、決闘的な魅力というのもありますしね、この新馬戦から2着、1着ですから、はい、エリート路線を歩んでた馬なんですよね。ダートは、ね、4走して着外続きなんですけども、でも、ね、2戦目のダートで頭から0秒6の競馬してますからね、うんはい、決してダートが合わないということはないと思いますね。あなるほど、うん、だからまあね攻めも,もう 十分乗り込め乗り込んでますし、初戦から狙って面白い馬じゃないかなと思ってます。はい、えー、アクロマティックと同じ新しい旧車、そして下原騎手ということになります。このアクロマティックは現在オープン馬重賞もうすでに三勝上げてますが。 JRA で未勝利で新しい厩舎に移籍してオープンまで上り詰めたわけですからインボーグは JRA で芝でレースすでに勝ちくら上げている今2013年以来の勝ちくらになるかどうかご注目ください、えー、それから、えー、北田坊さん対抗にされたのが4番フォローガーネットこれも移籍初戦の馬ですよね。ということは能力はあるのかなという感じはしますよね。数使っててないんですよね、うん、JRA 時代のコメント見てたら 海馬食いが細いので、使い込めなかったとか、そういう感じがあるんですよね。うん、で、まあ、この、この度の、この、こっち入居してからの仕上げ見てましても。 馬成り用意しかやってないんですよね。ほうほうということはやっぱりそういう細海馬組の細い点があるんだろうなとなるほど、ね、となってくると使い込むよりは所詮狙いだろうとうそういう思いがありますんでこのままいきなり狙ってもいいんじゃないのかなと思います、うん、こちらからダートでの勝ち黒ありますからねはいそうですね適正でいえばこちらからの狙いがいが、はい、まあ、だ数使ってませんからね伸びしろあるんですよね。うんうん、あそういういいいことででですすよねねははは番番手は1番です、ね、サタンンズクラ うん、これはね前回以上に期待したねだから、うん、この点に期待したいですね、うん、前回の内容を見てたら、ね、どうなのかなと思うんですけども当時よりはかなりやりましたからねそのほかの印8番の浅草プライド6番のミッキー・メロディ10番、ジャスト・ザ・オネスト ままで入りました8番、浅草プライドが JRA から移籍これはダート初戦で勝ってますからね、うん、このまま能力が高そうですよね、問題はね、はい、馬体重なんですよね、うん、470代でデビューしてるんですけども、今まで60からその辺うろうろですからね、えー、なんか馬体に成長がないのかなという感もあるんですけども、<ー>ただ能力が高いことは高いですからね、だからまあこれも初戦狙いだろうとは思ってます。そうですか はい、石場が上位という見立てとなりました。北野さんの解明、ご覧いただきましょう。え、ここは生まれ、あ、例えばま逆転の目もあるんじゃないかなというところですね。9番から4番1番8番10番ということで9番軸にしますが、ここは？ まあ、逆転の目、他にも十分考えてというところ、移籍馬ですからね。なかなかその辺の力量比較難しいところですね。で,すうん、で、あのダート適性ですよね。はい、この辺りをどう見るかというところ。はい、あとバタイ、馬体パドックも十分ご覧いただきたいと思います。え今日は北野さんの解説でお届けいたしました。ナイター競馬をお楽しみいただきたいと思います。で、来週は、ええ、お盆シリーズでイベントも盛りだくさんの内容。北野さん、一番注目の何なんですか。 ん、僕はサンバです常に。サ<ン>バ <laughs> 毎週サンバ。毎週サン,、ね、サンバですよ。あの、はい、ソーナス選手の皆さんの、サンバで始まります。ナイター競馬、ぜひお楽しみいただきたいと思います。毎週ナイター競馬の時行われています。プリキュアがね。 その名でどんなイベントになるのかというところステージやねそうなんですね、うん、お楽しみいただきたいと思います富津雅さんも来てくださいますね檜、うん、山慎一郎元阪神タイマー,ーこのトーショーですよねそうなんですよね、うん、面白そうですね檜さんと檜山さんのトークショー、うん、共に競馬大好き雅さん特にねその名何回も来てくださってますからねお楽しみいただきたいと思いますえー、今週はお盆シリーズではありませんが来週お盆シリーズで重症例節配も行われますどうぞお期待ください今日解説は競馬近畿北野坊篤さんでした北野さんどう ありがとうございました。それでは競馬この後ご覧の日程で行われます。どうぞお越しください。